どうなんですか、自分の思いみたいなものがあって作品を作るわけじゃないですか、はい、で見た人にはその思いを感じてほしいのか、それぞれが何かを抱えて帰ってもらいたいのかっていうのはどっちなんですか。ああでも思い、あ僕はもうそんな考えがあってそれにのっとって作ってるわけじゃないんで、割と衝動的というかあって、まあそうですね、だからあんまり、そうですね、思いを持ち帰って、まあ、ちょっとその楽しませたいみたいなところはありますけど、でもまあ基本的にはまあなんか自分が楽しいやつを作ってらまあ伝わるかなというような割と感覚派なタイプなんで、そうですね、なんか言おうと思えば言えますけどね、そのなんかこうこういうこれこれこうでっていうのは、でもあんまりんーかなー、まああまりそういうのは説明したいタイプですね。